ヨバニー・ガヤルドは、メキシコ合衆国、ミチョアカン州ラピエダード出身のプロ野球選手。右投右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称は、ヨー、または、ジョー、ヨ。英語読みでヨバニー・ガヤードと表記されることもある。アメリカ合衆国テキサス州フォートワースで高校時代を過ごしたため、ドラフト対象となった。2004年の MLB ドラフト2巡目で、ミルウォーキーブルワーズから指名を受け、プロ入り。2007年2月に、ベースボールアメリカが発表した有望株ランキングでは、ブルワーズの組織内で最高評価を受けた。2007年は、メジャーのスプリングトレーニングのオープン戦に5回、登板したが、防御率は 7.27 だった。開幕をAAA級ナッシュビルサウンズで迎え、6月14日にクリス・カプアーノの故障者リスト入りに伴い、メジャー昇格。AAA級ナッシュビルでは、メジャー昇格時点で8勝3敗、防御率 2.90、奪三振は、マイナーリーグ最多の110を記録。6月18日のサンフランシスコジャイアンツ戦において、メジャーデビュー。同年、20試合の登板で9勝を挙げた。2008年は左膝を痛め、故障者リストで開幕を迎え、4月20日にメジャー復帰。5月1日のシカゴカブス戦、5回の先頭打者、リード・ジョンソンは一塁方向へバントし、一塁へとヘッドスライディング。ベースカバーに入ったガヤルドと交錯。ガヤルドは6回が終わるまで投げた。しかし、前十字靭帯を損傷したため、故障者リスト入り。その後、9月25日に1試合登板しただけで、レギュラーシーズンを終えた。フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズで、ガヤルドは第1戦に登板したが、コール・ハメルズに敗れ、チームは1勝3敗で2008年シーズンを終えた。2009年のスプリングトレーニング中に、第2回ワールド・ベースボール・クラシックのメキシコ代表入りを打診されるが、シーズンの準備に集中するため、辞退した。シーズンでは、5月8日のジャイアンツ戦で、ランディ・ジョンソンから3点本塁打を放った。ジョンソンから本塁打を放った、唯一の投手となった。投球でも6回と2、3を投げに失点に抑え、勝ち投手となった。4月24日のヒューストン・アストロズ戦では9回。2失点7奪三振でメジャー初完投を記録した。この次の登板となった4月29日のピッツバーグパイレーツ戦では8回無失点11奪三振と好投し、7回には決勝本塁打を放ち、チームは1-0で勝利した。自ら本塁打を放ち、1-0で勝利したのは史上26人目。なおかつ10奪三振以上を奪ったのはレッド・ラフィング。アーリー・ウィンに次いで、史上3人目。シーズン終盤にはスタミナ不足もあり失速したが、最終的に30試合に先発し、13勝を挙げた。2010年4月7日にブルワーズと5年総額$3000万で契約した。2014年で契約を見直し、2015年の$1300万はオプションとなる。5月28日のニューヨークメッツ戦で、メジャー初完封を記録した。この年、自身初のオールスターに選出されるも、選出後に故障した。最終的に14勝を挙げ、2年連続で200奪三振を記録した。また打撃でも投手ながら打率、254、4本塁打、長打率、504を記録した。ナショナルリーグのシルバースラッガー賞を受賞した。2011年は、エースのザック・グレインキーが故障者リスト入りしていたため、開幕投手に選ばれた。5月7日のセントルイス・カージナルス戦では7回まで無安打に抑える快投を見せる。しかし8回の先頭打者、ダニエル・デスカルソにセンター前ヒットを打たれ、快挙はならなかった。最終的に自己最多の17勝を挙げ、3年連続で200奪三振を記録した。25歳以下で3年連続200奪三振を記録したのは、ケリー・ウッド、フェリックス・ヘルナンデスに次ぎ、3人目。2012年7月15日のパイレーツ戦では、自己最多の1試合14奪三振を記録した。シーズンでは16勝を挙げ、204奪三振を記録し、4年連続200奪三振を達成した。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のメキシコ代表に選出された。2014年5月27日のボルチモア・オリオールズ戦の10回裏、代打として出場し、TJ マクファーランドからサヨナラ二塁打を放った。投手がサヨナラ安打を打ったのは2003年のグレンドン・ラッシュ以来だった。なお、ラッシュのサヨナラ安打もラッシュがブリュワーズに所属し、延長戦で代打として起用された際に記録したものである。2015年1月19日に、コーリー・クネーブル、ルイス・サーディナス、マルコス・ディプラントのトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍した。レンジャーズでも先発ローテーションに定着し、33試合に登板して2シーズンぶりの2桁勝利を記録。また、シーズン11勝目は自身通算100勝目の勝ち星だった。2009年の規定投球回、到達以来自己ワーストの奪三振率だったが、一方で防御率 3.42 は同自己ベストだった。オフの11月2日に FA となった。2016年2月20日にオリオールズと3年3500万ドルの契約で合意したと報じられたが、オリオールズによる身体検査で問題が見つかり、25日に2年2200万ドルに減額して正式に契約を結んだ。シーズンでは開幕2戦目の4月6日のミネソタツインズ戦で先発し、5回を1失点に抑えて移籍後初勝利を挙げた。しかし、シーズン全体では低調で、23試合の先発登板、2008年以来8年ぶりの規定投球回未達に終わった。防御率 5.42 と吉球率 4.7 はいずれも自己ワーストだった。2017年1月6日にセス・スミスとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2月8日に第4回 WBC 本戦のメキシコ代表に選出された。レギュラーシーズンでは22試合先発含め28試合に登板したが、5勝10敗と2年連続1桁勝利に終わり、防御率も 5.72 と自己ワーストを更新した。オフの11月2日に FA となった。2017年12月21日にプロ入り時の古巣であるブルワーズと1年200万ドルで契約を結んだが、2018年3月26日に自由契約となった。3月31日にシンシナティレッズと1年契約を結んだ。4月6日のパイレーツ戦では、1-3 回で6失点するなど、3試合の登板で21-3 回、自責点8、防御率 30.86 の成績で、4月10日に、タナー・レーニーの昇格に伴って、リーフとなり、12日に40人枠から外れで、参加のトリプル A 級。ルイビルバッツに降格し、同日付で FA となった。2018年4月13日に、レンジャーズとマイナー契約を結び、20日に、傘下のトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。6月17日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。オフの10月29日に、FA となった。オーバースローから、平均90マイルパーアワー速球と、平均87マイルパーアワーのスライダーを中心に、決め球の平均77マイルパーアワーカーブ、その他に平均84マイルパーアワー、チェンジアップも使用する。キャリアでの最速は2009年に計測した 97.5 マイルパーアワー。2011年の速球の平均球速は 92.6 マイルパーアワーだったが、この年をピークに以降減速傾向にある。ありがとうございます。